先ほど11時に都内赤坂で会見がスタート。福原選手は着物姿での登場でした。皆様こんにちは、福原愛です。今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。私事でありますが、9月1日にジャン・ホンジェさんと入籍させていただいたことをご報告させていただきたく、皆様にお集まりいただきました。私は日本中の方に小さい頃から支えていただき応援していただき、今日という日を迎えることができたと思っております。本当に皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。今日はとてもいい機会だと思いましたので、ジャン・ホンジェさんを皆さんにご紹介させていただきたく、本人を呼んでいますので、ご紹介させてください。さあ旦那さん、ジャン・ホンジェ選手、高校鉄選手はスーツ姿での登場でした。かっこいい、スタイルいいな、セーターかわいい、かっこいい。こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして、ジャン・ホンジェです。今日はよろしくお願いします。また片言がかわいい。お二人が特にこう親しくなったのは、愛さんが怪我をされていた時というふうに伺っておりますけれども、改めてそのいきさつとその時の支えというのはいかがだったんでしょうか。まず愛さんからお願いします。そうですね、私が2014年、2003年ぐらいの時に、怪我を立て続けにしてしまってすごく落ち込んでいた時に彼から連絡をいただきまして、こう一番初めに冒頭でお話しさせていただいた通り、どんな些細なことでもこう相談に乗ってくださる方なので、こういろいろなことを話していたり、彼自身も手術を経験していたり怪我を経験しているので、そういった意味でこういろいろな言葉をかけてくれたり支えてくださいました。コウさんはどのようにして支えようとその時思ってらっしゃったんでしょうか。因为真的受伤是真的比较不容易的事情，因为我也经历过了两次的手术，所以我很懂那个心情。那，其实就是关心他嘛，因为运动员其实受伤对我们来讲确实是非常大的痛苦，所以一开始就是以关心他为主，希望他能更好，因为就其实都希望大家很好嘛，然后他就是。在我心目中就是 我一直都觉得他能更好，那不要因为这个受伤让大家担心或是让耽误他自己的赛程这样。なるほど。分かったんだ。すごいな。怪我というのは非常に大変なものです。私自身も2回の手術をした経験がありますので、その気持ちはよく分かっております。アスリートにとって怪我というのは本当に大きな痛みであります、ダメージです。ですので私は愛さんにもっと強くなってほしい、そして怪我によって周りの人に、迷惑をかけたくない、もっともっと強くなって、良いプレーをしていただきたい、そのような気持ちで支えました。今度はご結婚おめでとうございます。まずお二人に伺いたいんですけれども、今回、結婚を決めた理由というのをどんなところに魅力を感じられたのか、これから一緒に暮らしていこうというふうに感じられたところはどんなところなのか教えてください。主要就是我跟愛ちゃん在联系的过程中他常常给我真的非常多的温暖，然后也非常包容我，就是真的很开心。对，私は愛ちゃんと一緒にいるときはいつも温かく支えてくださって、そしていつも大きな気持ちで包んでくださっています。
よね、全然笑顔がいい。なんか緊張してるさ。はい、どんな些細なことでも相談に乗ってくれますし、どんな私でもいつも変わらず応援してくれるところです。結婚を、決めたのはオリンピックの前ですか後ですか？そしてプロポーズの言葉はいつどんな、シチュエーションでお聞きしたんでしょうか？せっかくの機会なので彼の方からお話しした方がいいかなというふうに思うので、彼に聞いても大丈夫ですか？はい。当然就是在奥运会之后，那有这个机会，那就是跟他求婚的。那当然求婚的方式，我其实就是给他一把钥匙，然后希望他真的可以成为这个家的主人，就这样。結婚を決めたのはオリンピックの後です。でプロポーズしたのは、オリンピックの後です。でその時は愛さんに鍵を渡しました。この家の主人になっていただきたいと鍵を渡しました。それが私のプロポーズでした。それを見た時、ゆかるさんどう思いましたでしょうか？びっくりしました。お返事はどのようなお返事を？びっくりしました。お友達は頭が真っ白であまり覚えてないです。ごめんなさい。ありがとうございました。フジテレビの目覚ましテレビ岡添真希と申します。この度は本当におめでとうございます。先ほど福原選手の左手の薬指に光るものが見えたんですけれども、見せていただいてもよろしいでしょうか？ちなみに高選手は今つけられていらっしゃいますか？もうちょっと、ちょっとこれ大きいんじゃないですか？一緒に2人同時に見せていただけますか？ありがとうございます。ちなみにそちらの結婚指輪はどちらのブランドのものでしょうか？主要我们设计这个理念是我为了爱奖特别去设计的，然后当然是用我们的爱情跟我们的生活模式去特别定制的这款戒指，那比起就是直接去购买的意义还大。那就是我们的设计灵感就是以我们的生活方式，对，那对，就是全世界只有唯一可，因为这是融入我们的生活去设计出来，所以全世界的唯一可，也就是代表他是我心目中的唯一。この指輪は、私が愛ちゃんのためにデザインしたオリジナルの、リングです。これは愛とそして私たちの、生活スタイルの、象徴です。非常に意味のある、このオリジナル特注の、指輪です。そしてこれは世界一つだけの指輪です。この私たちの愛のシンボルです。いやー、その指輪を再び今福原選手にはめていただくことはできますか？お母さん何言ってんだよ。はめるところ、あ、もう一回はめろって。もう一回はめるところでしたね。お母さん、見えないよ。もっと上、腹で見えないと、もっと上でやってくださいって。ありがとうございます。倉原選手、今どのようなお気持ちですか？はい、多分横から見たらすごく分かりやすいんですけれども、指輪の両方にボールの、
すごく専門用語になってしまうんですけれども、こう古戦というかラリーをしている感じの、はい、こう横にダイヤがあしらわれていて、その横にもう一個ボールのようなものが両方ついていて、すごく卓球の卓球をイメージした指輪なので、すごく私も卓球が大好きですし、すごく嬉しいです。